校舎員で働くのはやめてうちの店に来てくれないか。うん、ですがもう校舎員に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では給料は校舎員の倍を出させてもらおう。それでどうだね。え、倍ですか。わかりました。フォーシャイン、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。あ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて。まあ、いや、さあさあどうぞ中へ中へ。小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔と心移りが悪い人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。一流のキャバ嬢を目指すならそういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。うん、桐生さん。まあ気にすんな。あんたここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか、すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくてずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんでお客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大、お店の信用もだだ下がりよ。あー、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないとうちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますのでお願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします。桐生さん、今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを
裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。いいですか。ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。キリュウさん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。ではキリュウさん、いえ、キリュウ店長、よろしくお願いしますね。
いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいませ。ようこそ、フォーシャイン。お待たせしました。いらっしゃいませ。他のコーランのお客さん。お待ちしてました。ようこそ、愛骨やな。申し訳ございません。はじめまして、小雪です。今日は楽しみましょう。そういった行為はご遠慮ください。ええ加減にせえ。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。申し訳ございません。盛り上がりましょう。よろしく。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お客さん。すみません。いらっしゃいませ。みたいです。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ、フォーシャイン。すみません。いらっしゃいませ。いまいちか。もうダメ。会計ですね。ありがとうございました。私もうダメです。いらっしゃいませ。また来たね。お客さん。すみません。いらっしゃいませ。いまいちやな。いけませんよ、お客様。ダメです。美人さんだな。それはちょっと。女の子も困っていますか。素敵だよ。お願いします。お会計ですね。また来てくださいね。ようこそ、フォーシャイン。ごめんなさい。また来てくださいね。
なんとか乗り切れたな。桐生さん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。桐生さん、才能ありますよ。お世辞はいい。だが、なかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎くん、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついな、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売り上げナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ないかキララ、こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよ、フォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。アディオ。ユキさん、ガジロを伝えて大した方が。ユキさん？小雪ちゃん、でも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょう、ユキさん。よし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ、え、俺もか。
お願いしますよ。乗りかかった船じゃないですか。それに桐生さん才能ありますってね。